非常にメジャーな伝統芸能、落語。なんで落語の皆さんが着物姿で落語を演じるのか、ちょっとお話ししてみたいと思います。個人的に落語が好きでですね、落語が好きというよりは、立川談志師匠が好きという感じです。あの快活にですね、世相を嘲笑うかのように風刺する、歯に気抜きせぬ物言いが非常に好きでですね、落語というものは非常に前から慣れ親しんでおりました。で、どんな落語家さんを見てもですね、大体こう着物姿で、落語の講座に上がられる。じゃあなんで着物姿で出てくるんでしょうか。落語で着物姿の理由は大きく2つあると思っています。一つ目は、江戸時代から続く伝統芸能の背景があるからということだと思います。座布団と扇子さえあればみんなの前で、芸ができちゃうというのが落語ですが、衣装が和服だったということが一つで、二つ目の理由、着物の方が色がつかない、一人で話して話題を完結させる演芸なもんですから、一人何役も演じなくちゃいけないと、いろんな登場人物が出てくるわけで、その時の頭の中って、絵をイメージしてるんですね。頭の中に絵を描いている、その絵を描いているという作業をしているのに、例えばこっちが、紅白のボスキャラみたいな衣装だとしたら、非常に皆さんの作っているイメージを阻害するんじゃなかろうかということで着物姿なんだよね。こんな2つの理由で、落語家さんが着物を着て演じるんだと思います。山形でもですね、非常に落語を好きな方が多くて、いろんな方がプレイされているように感じます。また米沢の小野川温泉鈴の宿徳屋さんでは、立川志らくさん、立川かしめさんをお呼びして落語会を開催していますので、興味がある方はぜひ出かけてみてください。はい、ということで今日は落語家はなぜ着物姿で演じるでした。